倉です。自宅待機が終わりましたということで、まあ外を自由に出歩けるようになったんですけど、まあ僕の実家が茨城県なんですね。すごい田舎なんですけど、まあここは家の前の近くの、まあ、駐車場なんですけど、せっかく外に出れるようになったので、ちょっと家の周りを歩いて紹介できたらなと思って、あとあれね、うちからコンビニまでがどんだけ遠いのかっていうのをね、教えたくてこうやって動画を回しております。ほんと家の周りなんもないですけど、ちょっと歩きながら久々の外出してみたいと思います。それではうちの周りの田舎風景はこちらです。田舎だからあれだね、まあ平日っていうのもありますけど、やっぱあんまり人がいないのはいいですね。あと動画回してても人の目をあんまり気にせず、やっぱ楽な気持ちで歩けます。東京だとやっぱ人が多いから嫌なんですよね。人目を気にしちゃって、おじいちゃんおばあちゃんばっかだからね、こっち。ねえ、サイン忘れたんだけど、コンビニ行こう思ったら、何やってんの？本当。面倒くさくなってきた。財布取ってきました。あと暑すぎてTシャツに変えました。マジで暑かったり寒かったりするね、天気が。とりあえずまたコンビニ目指します。ローソン、コーヒーを飲んでます。日本来たら結構缶コーヒー飲むんで、コンビニ寄ったら大体缶コーヒー買いますね。で、今ここコンビニなんですけど、ここの道ずっとまっすぐ行ったら僕の母校の高校があるので、ちょっと正面まで行ってみたいと思います。久々に。中には入れないと思うけど、なんならうちの妹も
そこ通ってるんですよね、今。運が良ければ会えるかもしれない。ちょっと休憩して歩いてみたいと思います。はい、そんな遠くないだろうと思って歩いてるけど、意外と遠いぞ。失敗したぞ俺。やば。でも今は高校まで、なんなら頑張れば歩いていける距離なんですけど、昔は、僕が高校生の時は家がそんな近くなくて、自転車で40分くらいかけて高校に通ってたんですよ。だからうちの妹は近いもんですよ。車結構通るな。今日はこんな感じで散歩です。散歩の Vlog です。これ、わかります？島村。服やら、まあ、いろいろ激安で売ってるお店です。勝ちよ。何もないでしょ。この何もない一面田んぼのこんな場所に僕の母校はあるんですよ。それがこちらです。これ僕の母校、野校です。何もねえず、稲穂の周り田んぼだらけだぜ。やべえぜ。今僕がこの歩いてる道、稲穂の横の道なんですけど、昔学校の体育の授業でマラソンとかやった時には走ってました。まあ懐かしい道っちゃ懐かしい道なんですが、正直あんま覚えてないですね。ていうかこんな道綺麗だったっけって思った。やっぱ帰ってくるたんびにいろいろ変わってるんで、わからないね。もうここは、ちなみにこっちはもう完全一面田んぼで、
かわいい。というわけで母校です。何もない場所ですが、僕の家の周り紹介でした。久々の田舎、中には入れませんがね、まあコロナやら許可取るのやらいろいろめんどくさいので中には入りませんが、うるさい。今日はこの辺で終わりたいと思います。妹には会えませんでした。妹は授業を受けてるみたいです。ではバイバイ。